森を移動しながら暮らすニホンザル。いました。群れのあちこちに赤ちゃんの姿。みんな遊ぶのが大好き。でも、はあ、お母さん、まだここで遊びたいよ。ダメ、みんなに置いてかれちゃうでしょ。はい。よいしょ、よいしょ。はあ、お母さんについていくのって大変。いいな、猿の赤ちゃんはお母さんに抱っこされて。こんにちは、イノシシです。これは体のお手入れ。石を使うと便利なんだ。ガシガシ。僕たちの鼻は敏感。匂いで食べ物を探すんだ。なんかないかな。あ、カニ見っけ。しめしめ、こっち来たぞ。あ、いでででででで、鼻を挟まれちゃった。北海道の東部、林の中の斜面に何やら穴が開いています。出てきたのはキツネの赤ちゃん。かわいいですね。生まれて一月ほどです。ねえねえお母さん、遊んでよ。ねえってば。お母さん、なかなか遊んでくれないんだよね。いっつも周りばっか見てて。でも、それには訳があるんです。お母さんの声で一斉に巣穴へ。理由はこれ。天敵のオジロワシが来ていたんです。みんな無事だったわね。はい。いつも子供たちを見守る頼もしいお母さんです。